日本東京都世田谷区世田谷地域世田谷世田谷は東京都世田谷区の町名。現行行政地名は世田谷1丁目から世田谷4丁目。郵便番号は154-0017。東京都世田谷区の中央部に位置し、周囲を梅ヶ丘、若林、城場、鶴巻、桜、豪徳寺の各町に隣接する。世田谷区役所がある。 町の北辺のカラス山川緑道は、暗渠化したカラス山川の上部を緑道に造成したものである。川の名残として、町内部分では、八幡橋、白向橋、青葉橋、品川橋等の橋の名前が残っている。水準点の高さは、東京湾平均海面上38.6993メートル1月1日、現在。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、世田谷4の10の10の地点で52万6千円平方メートルとなっている。縄文前期の集落跡を示す元宿遺跡が4丁目にある。縄文中期の宝蔵地である、上皇人遺跡が1丁目にある。江戸時代、多くは彦根藩栄家の所領であり、1633年から1871年まで、 同家の大官職を継いできた大化けの屋敷が東京都史跡の世田谷大官屋敷として一丁目に残る。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東京都世田谷区世田谷の航空写真あたり地域を担当する観光所、周廃郵便局等。ありがとうございます。